和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。さて今回は岩手市にあるお食事処お箱屋であります。お店のアナウンスをご紹介いたします。2022年11月19日にオープンしたばかりの定食屋です。昼のランチはメインをお肉とお魚が選べる日替わり定食800円、曜日ごとのお得な曜日日替わり定食800円、1日15食限定のスペシャル定食1000円、夜のディナーには各種定食を取り揃えております。皆様のお越しを心よりお待ちしています。ということで、まだ新しい店ではありますが、皆さんの評価の高い店ということで行ってまいりました。初めて行くお店は緊張しますが、忙しい土曜日でもあるにかかわらず、なんと貴重な個室に通されたわけであります。これはいい、人目を気にせず、また他のお客さんに迷惑をかけず食レポを実施できました。それでは個室部屋のあるお食事どころお箱屋、ごゆっくりお楽しみください。すぐのところに確かあったと思います。上がってみます。仙台へ向かう方向であります。仙台であります。仙台に向かうと、お、見えてきました、お箱屋であります。見えてきました。お箱屋、お食事処お箱屋と書いております。定食お昼ということで、本日駐車場はあるのか。本日熊の親父、こういうところに来ております。こちら24号線に向かう水津、そしてこちらが紀仙台です。紀仙台に向かうところ、こちらお箱屋というのが見えます。本日このお箱屋で食事をしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。それでお願いします。お魚の方で、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。いいですか。なんか個室のような、個室のように
驚きであります。個室で。個室で。そしてこちらは。これは本当に素晴らしい。流行るお部屋であります。ミニオハンカツ、白飯、そして定番の安定のだし巻き、そしてコーナーのカノフライ、これが魚の魚料理、これがすごい、これはすごい。あ、ごちそうさん。ありがとうございます。はい。はい。あ、美味しかったです。はい、どうも。ということで、800円ランチにしては。本当にすごいランチであります。これだけのものが800円で食べられるなんていうのは本当にちょっとしばらくここはありませんでした。ここのお箱屋すごい店であります。定食800円、確かに800円でした。本当に美味しいものでした。これは本当に素晴らしいお食事ところではないでしょうか。お小屋見どころということで本日はこちらの方お小屋さんに来ました。行ったところにあります。本日800円ランチ、素晴らしい出来でありました。久方ぶりの本当に800円でこれだけのものが食べられる。本日は男飯、
お箱屋でありました。噂は本当でありました。800円ランチ。すごい強烈な800円。これぞ800円の価値。それ以上の食事ができたのであります。本当に美味しい上に、あのバラエティに富んだ魚料理、魚のフライ。いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。